Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation!グリムスパンキーレディオインスタントネーションへようこそ。グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。本日も、先週に引き続き、ゲストの方とお送りしていきます。こちらの方です。自己紹介お願いします。どうも、 YouTube でロックンロール活動しておりますミノと申します。よろしくお願いします。お願いします。今週もミノと交えて喋っていこうと思います。はい、本日のニュースはこちら、ポール・マッカートニーが学生時代に使っていたノート約680万円で落札。うーん、ということで、ポール・マッカートニーが先生から添削もされた学校時代のノートがオークションにかけられ46,800ポンド約680万円で落札されましたと。表紙が緑色のこのノートはにはポール・マッカートニーが17歳から18歳にかけて書いた英語のエッセイやメモ、落書きなどが記されているそうです。すごいね。でも高この前僕ちょっとそのなんかさ、デイビッド・ボーイがさ、うん、映画見に行ってさ、うんうんうん、そのとなんかその時のボーイとミック・ロンソンが作ったデモ、うん、テープ、うん、何百万とかいうニュース見たな、つい最近。そういうのあるで、そこのね映画館にも、うん、吉井さんが持ってる、うん、そのミック・ロンソンが、フレディ・マーキュリーの追悼コンサートにゲスト出演して、なんだクイーンとボーイとあのボーイのヒーローズをねやった時に着てたシャツ、うん、吉井さんが持ってる。へー、展示されてた。へー、すごい。うん、で、あ、そうです、ミノ君持ってなかった、なんかさ、あれ僕見せてもらって、あのフレディ・マーキュリーの、あ、そうなんですよ、僕持ってるんだよ。フレディ・マーキュリーが、来日公演で使ったタンバリンを持ってます。やばくない？これはまあ、ラッキーだったんですけど、母親が大のクイーンファンで、当時来日公演欠かさず見に行ってまして、で、投げたタンバリンを母親が、ね、うん、キャッチしたんですよ、はい、たまたま。へえ、で、それをまあ、それが伝って、僕が今持ってます。え、お母さんがキャッチしたんですか？そうなんですよ、キャッチしたんですよ。え、パーで投げたやつ。やば。僕ね、実物見たけど、うん、なんかね、まあ、昔のだからなのか、うんうん、もう乾燥してきてるからなのか、軽かったね、結構。そうですね、めちゃめちゃ軽い。軽かったよね、すごい。うん、で、あれ、フレディの奏法が、うん、普通に手のひらで叩くんじゃなくて、うん、ももに打ち付けるスタイルなんですよ。だから、打ち身にならないように、その緩衝材としてテープを貼ってるみたいな。で、そのテープが貼ってあるやつ。で、当時の写真とか見ると、やっぱり同じもの使ってるんですよ。すごい、ね。え、めっちゃお宝じゃないですか。すごい、ね、そうなんですよ。すごいね、うん。めっちゃ恥ずかしながら、ね、ミノくんち行って、フレディのタンバリンがあったんで、うんうん、袋に入っててね、はあはあ、なんか本棚の上にポンと置いてあったの、うんうん、で、僕本棚を見て、あーって言って最初ね、気になるものがあったから、うん、あーあれって言ったの、うんうん、そしたらミノ君は、あーこれでしょってのフレディのタンバリンを取ったの。でも僕が気になったのは、その下にその本棚にあった昔の、僕らが多分小学校ぐらいのその遊戯王カードのパック第1弾ぐらいの、あのブースターパックの未開封が置いてあったの、あの箱が、箱、それを見つけて僕は、ああ、これって言ったんだけど、ミノ君はまさかそれだと思わなくて、フレディのタンバリンだと思って、ああ、これでしょって言ったら、あ、ごめん、遊戯王カードみたいな。ちょっと自意識過剰でしたね。まあ、遊戯王の方が引きがね、初動では強かった、ね。そうそうそう。はい。じゃあ、すごい自分が今、聞いて影響を受けてる作品を聞こうかなと思います。一曲聴いてください。デイビッド・ボーイで、スペース・オーディティ。
したのはデビッドボーイでスペースオーディティでした。グレンスパンキーラディオ、インスタントネーション。This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation.グリムスパンキーレディオインスタントネーション、グリムスパンキーギターの上本弘樹です。ギターボーカルの松尾レミです。はい、そしてゲストのこの方です。はい、はい、YouTube でロックロール活動しておりますミノと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう今週もねミノくん来てくれてるんで、はい、ありがとうございます。やっぱりね僕もねミノくんのね、うん、YouTube チャンネルにゲスト出演させてもらったんですけど、うん、非常にその60年代とか70年代とかの音楽のね知識だけじゃなくてそういうものに対する愛とかがすごくてですね、うんうん、逆にね僕がこの前買ったって見せた2000年代以降のレコードとか全く知らなくて、うん、化石みたいなんですよ、ね、20代だけど。そうなんですよ。ちょっとまあいろいろ、まあ、人それぞれ趣味はありますからね、いろんなところがみんな好きでいいと思うんですけども、今日はせっかくなのでミノくん来てくれてますんで、はい、こちらのコーナー行っちゃおうかなと思います。お願いします。はい、ミュージックディグ。僕たち2人は、趣味や好きなものが違っても音楽は共通点ということで、このコーナーは、普段ねお互いに好きな曲を持ち寄って、紹介して勝手にああでもないこうでもない解説してるんですけども、今日はせっかくミノくん来てくださってるんで、ミノ先生のおすすめの音楽聴いて教えていただいちゃおうかなと思ってます。いやちょっとねやっぱりグリムスパンキーさんのラジオなんで結構深いとこまで行っていいのかなという。いやもうどこまででも行ってください。どうぞどうぞ。もうどこまででも行っても大丈夫です。ですね、今日持ってきたのは、はい、ナゲッツ、これ、はい、ナゲッツでいいんですかね、発音はね。ナゲッツです。はい、ナゲッツっていう名ガレージコンピレーションアルバム、うん、はい、これの、まあ、外伝的なやつで、はいはい、ソフトポップエディションみたいなのがあるんですよ。いいですね、そんなの初めて聞きました。でもうめちゃくちゃ曲目がマニアックで、アーティスト例えばね英語版のウィキペディアの項目がないぐらいの言葉が結構いて、はいはい、でそういう、今からちょっとねかけたいのそういう感じの人なんですけど、はい、まずさ普通のナゲッツの解説してるのかな。そうですね、そうですね、確かにね。ちなみにナゲッツもちろん知ってるんだけど、うん、今日ミノさんが持ってきてくれたソフトロック版みたいなやつ、うん、はい、ねジャケット見たことがないからすごい気になってたんです。この置いてあったからね、スタジオに、ね、なんかしかもちょっと変形ジャケで遊べるっていう、レッドツェッペリン3のジャケみたいな感じですかね。似てる似てる。すごい。そのナゲッツっていうのはね元々、うん、有名なやつは、うん、なんつったらいいの、あれいわゆる60年代のガレージロックとかの、まあ、ね、うん、サイケガレージコンピで、うん、ちょっとパンクとかの人たちのこう、うんうんうん、ルーツというかバイブル的なさ、うんうん、存在になってる、うん、まあ、有名なコンピがあるんです、うん、はい、そうですね。それの今回は外伝的なやつの、そうですね、はい、ロック版ということで、めっちゃいいの持ってきてくださってありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。いい、最高、大好き、ありがとうございます。ちょっとねグリムスパンキーさんの、まあ、最新作、はい、個人的に勝手にソフトロックの香りが、はいはい、ね、いつもよりも漂ってる感じがしてて、はい、ちょっとそういうところも、踏まえて持ってきたんですけども、パット・シャノンというアーティストで、
でこれ58年ぐらいから活動されてて、はい、だいぶね、ベテランの、そう、ベテランでもうちょっとオールディーズのね時代ぐらいからやってるんですけど、うん、全然売れなくて、なぜか一曲このペッて68年とかにソフトロック調の曲を出して消えるっていう、そういう人なんですけど、まああのちょっとね海外のそういうレコードマニア系のサイトでこう調べてもそれぐらいの情報しか出てこない、で彼の、曲をちょっとじゃあ一回聴いてもいいでしょうか、はい、まず聴きましょう、はい、はい、それではパッドシャノンでキャンディーアップルコットンキャンディー。いいね、いい感じですっていうかレコードで聞きたい、うん、そうですね、うん、意外とさ、なんつうの、意外とか分かんないけど普通にキャッチーな曲だった ね、うん、ね、しかもタイトルが可愛い、タイトルが可愛い、タイトルが可愛い、またがしですからね、可愛い、いや僕なんかさ、うん、やっぱさこうミュージシャン的に聴いちゃうと、うん、途中でちょっと入ってくる、うん、あのコンボオルガンっぽいやつ、うん、60年代っぽい、うん、そこがね良かった、うん、このロリロリロリロのパートに入る前にねちょっとね、うん、歪んだね、うん、コンボオルガンの音がかっこよかったです、いや、はい、着眼点が渋いですね素晴らしい、可愛い、てかこういう選曲求めてました、あ、本当ですか、嬉しい、よかった、めっちゃいいありがとうございますということでね、今日のねミュージックで、非常に僕らも知らないね新しい面白いの知れた感じでした、ミノさんおすすめのパッドシャノンってやつですね、キャンディーアップコットンキャンディー、可愛い曲です、はい、はい、ありがとうございました。 Welcome to Glen Spanky World Instant Nation。 グリムスパンキーレディオインスタントネーション、グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。はい、じゃあ続いてね、引き続き、ゲストミノ君から、はい、が来てねくださってるんで、次のコーナーもね行っちゃおうかなと思います、はい、これ自分でタイトルコールするらしいです、あ、了解です、お願いしてもいいですか、じゃあ行かせていただきます、すいません、ミノの知ってる世界、いいですね、もうなんか渋いプロい、プロい、いえいえ、とんでもない、いいと思います、はい、このコーナーはまあ普段僕ら2人でね、まあ好きな分野と得意なねちょっと詳しい分野のことを、うん、まあ得意げにめっちゃ話しつつみたいなことやってるんですけど、例えばまあ僕だったら何サッカーの話したりとか、詳しいからね、楽器の話したりとか、松尾さんは何コスメの話したりとか、あ、結構オールジャンルな感じ、もう幅広くやってるんだけど、今日は、ゲストのミノ君からレクチャーしてもらおうかなということで、
お願いします。恐縮です。松尾さんと僕でずっと話したかったことがあるんですけども、はいはいはい、ファッションすごい、ちょっとテイストが似てるのかなと、はいはいはい、思ってまして、うんうん、で僕が今一番注目しているもの、はい、って言ってももうね、60年ぐらい前の話なんですけど、はい、グラニーテイクザトリップっていうブティック、はい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 、ご存知ですか？グラニーテイクザトリップ、はい、これイギリスの、まあ、スウィンギングロンドンの時代ですね、はいはいはい、多分66ぐらいから70、うん、1,2 ぐらいまであった、店なんですけども、はいはいはい、当時のビートルズとか、うんうんうん、ストーンズ地味編とか、はいはいはい、あとピンクロイドとかか、うんうん、あの周辺の人が着てたいわゆるの服装をちょっと想像してみてください、はい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 、8割その店のもんなんですよ。へえ、ちょっと思ったけどあれさ、うん、ボヘミアン・ラプソディに出てくるようなのとはまた違うんだ。もうちょっとなんていうか、60年代初期の香りも若干残ってる固めのスーツとかなんだけど、ベロアで、で襟がこう丸かったりとかして、そうですね、だからサージェント・ペパーズとかの頃のビートルズが着てたインドっぽい服と別にスーツも着てるじゃないですか。スーツの方はグラニーが多いです。へえ、ねえ、それさ、もうその時代行きたい。行きたいですよね俺もう全財産はたいて買い占めたいぐらいあれなんですよ、今サザビーズのオークションとかでしか手に入らないぐらいコレクターがいて。ああ、そう、高そう。しかもでもね、まあ どうだろう、これ高いか安いかって思うかちょっと分かんないんですけど、うん、サザビーズとかで大体ね20万円とか。だからもう頑張ってハイブランドのスーツ上下仕立てたぐらいの、うん、そう意外とねいける範囲だよ。そうなんですよ。だってハイブランドのやつなんて普通にその当たり前の値段でしょ、考えたらね、うん、ジャケットとかでそのくらいする。そうだね、まあ、もっとするよ、うん、そうだね、するね、うん、美濃君的に、まあ、特に誰とかないかもしれないんだけど、特にこの人の感じはすごく影響を受けてて、人ファッション的に人でうわこれはもうこの人結構みたいな。いやでもやっぱブライアン・ジョーンズ、やっぱブライアン・ジョーンズ、ブライアン・ジョーンズかなって今思ってた。おお大好き、ね、かっこいいよね、ブライアン・ジョーンズめちゃくちゃかっこいいよね。確かにね。あでもいるんですね、そのこの人みたいなのって。でもまあ強いて言えばって感じかもしれないですね。うんうん、なんかもう全あの時代全体的な話で、うんうんうん、ね、そうですよね、うん、いや本当好きだな。松尾さん本当好きだよね、そうだね、うん、僕はまあ好きだけど、うん、修復できるのは恥ずかしいなってなっちゃう。なんかその例えばヴィンテージのワンピースとか服をこう自分のラックにかけるじゃないですか、うん、もう多分美濃さんも同じ気持ちになってなると思うんですけど、そのラックを見るだけでなんかもうすごい豊かな気分になる、うん、そう、うっとりうっとりしてそれをつまみになんかウイスキー飲めるんじゃないかぐらいの気分に。マジでそうなんですよ。そうなの、服ではそこまでなんないな、うん、楽器はなるけどね。いつもさ、ロックはさ音だけじゃないんですよって松尾さんがいつもそういう話ばっかしてるんだけど、うん、結局さ服の話してもさ、うん、曲の話になったりさ、うん、ジャケの話になったりビデオの話になったりするわけじゃないですか、うん、なんかそういうのがさ面白いよね。ね、私特にやっぱ60年代70年代はそういうのが強かった。なんかその、うん、アーティストがいて、うん、まあ、曲があって、うん、アートワークがあって、まあ、その人たちの衣装とか、うん、まあ、そのライフスタイルとかね、なんかそれトータルのロックっていうもの自体がもうそのちょっとエンタメみたいな感じが良かったよね、うんうんうん、そうだね、うん、なんかそういう話をナチュラルにできるからいいね、うん、いやこちらとしても非常に楽しいですもう。はい、はい、ちょっとねまだね話足りないと思うんですけど、うん、お時間の方来てるみたいな、はい、ここら辺でお開きかなと。いいですか、はい、もっと話したかったな、うん、2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。最後なんかお知らせでもあればしていっていただけるといいかなと思うんですが、はい、ですね、私ミノ4月30日に、はい、平成最後の日ですね、ミノロックというちょっと冠のねイベントやらせていただいてまして、トヨスピットで2部公演で、行います。よろしかったらぜひ。そうなんです、二回しするってことですか。二回しします。いやもうただただ本当にもうねこれもう
大変たくさんの、ね、共演者様の、お力添えによって実現したということで、はい、ぜひよろしければ見に行っちゃおうかな僕も、ね、行きたいね。ぜひぜひお互いじゃあライブ頑張りましょうという、そうですね、感じですね、はい、ありがとうございます。で最後の曲グリムスパンキーのね、はい、曲いつもかけてるんですけど、何がいいかな、今日も普通に最新アルバムのタイトルトラックかけましょうよ。そうします、はい、では聴いてください、グリムスパンキーで Looking for the Magic。グリムスパンキーレディオインスタントネーションエンディングの時間です。はい、どうでしたか今週。今日もうね話し足りないな。そうだね、うん、もうちょっとねじっくりね話したいぐらいですね、はい、という感じですけども、我々今もう絶賛ツアーしてまして、うん、この後はですね4月28日日曜日新潟ロッツ、29日、月曜祝日、金沢8ホール、うん、5月になってですね、3日4日と、2days、金と、ペニーレイン、札幌ペニーレイン行きます、うん、で次もまた 2days 5月11、12とですね、ダイヤモンドホール名古屋の、うん、行きますので、うん、ツアーもね終盤戦になってきてますけど、うん、まだこれから行く土地たくさんありますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、来てください。はい、この番組では、皆様からのメッセージお待ちしています。松尾裕樹の知ってる世界では、僕たちグリムスパンキーに話してほしいことやそれぞれが得意とする分野への質問をお待ちしています。天国への階段では、あなたが体験した奇妙な話、まか不思議な話、恐ろしい体験をお待ちしています。ミュージックディグでは、あなたおすすめの音楽を教えてください。その他もちろん楽曲、ライブ、ラジオ、テレビの感想も大歓迎です。では松尾さん、感想を宛先をお願いします。感想は先に言ったね、はい、メッセージはスマホアプリもしくは PC 版 JFN パークのグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。はい、それでは今日はここまでです。お相手はグリムスパンキーギターの金本博樹とギターボーカルの松尾レミでした。また来週。生きてた